んにちは。こんにちは。今日は折り紙やります。そうかね、これがね。マートンです。イエスマートン。マートンです。一水って言います。え、オーケー、一水。わからなかったら、どんどん聞いてください。はい。イエス、ジャズかな？うん。私は何枚もあるから、好きなようにたくさん使ってください。じゃあ一つ目は時計を作りたいと思います。腕時計。あ、違う、腕時計作りたいと思いますので、僕がやるので皆さん一緒に真似してください。まずは三角。あ、大丈夫です。大丈夫です。Okay。 そしたら開いて。次、反対。次は開きます。で、センターのところに合わせて、あります。オッケー、いいじゃん、いいじゃん。そしたら反対もセンターに置いておきます。しっかりね、ぎゅーっと線をアイロンかけてください。そしたらまたここをセンターに合わせます。このまま回す。Yes, good job. Great.うまい、うまい。 OK。 はい、反対も同じように合わせることです。いいね、また折ります。しっかりギューッとアイロンって言うんですかね、僕らアイロン、アイロンをかけてください。ギューッと。で、からもう一回同じように。ゆっくりでいいんで、丁寧にやるのが綺麗にできる。オーケー。そしたら開きます。オープン。そしたら、こっち向き。オープンしたら、そう。開きます。そしたら、開けていきます。はい、OK。あ、全然大丈夫です。そしたら、三角と三角。あとは、ここまで。1分開いて。そうです。そこで、反対に置きます。で、立ちしたら、グッ。半分に置きます。OK、おいいじゃん。半分。Good、g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 ood。OK。今、半分ぐらいまで来ました。OK。そしたら、ちょっと次から難しくなってますので、お手伝いします。OK。そしたら、さっき折ったここの折り線に合わせて、待っててね。こういうふうに、ちっちゃい。名前に合わせて、三角形に合わせて。ここの
そしたら、ここ、折ったところを。こんにちは。こんにちは。見ててね。ここのね、合わせて、折ります。そしたら、ここの三角を戻して、ここの部分を折ってあったところを戻す。でこう、折ってあったところを戻すだけ。で、それで戻します。これを戻す。これを戻す。そしたら、私は結構編集してるんですけど、でもアイディアがもらえたからすごい楽だった。なんかゼロからアイディアが出るから。そしたら、そっか、これは使える、これは使える、使えないのもある。グッド、大丈夫、大丈夫。あれ、初めて。はい、もうあとちょっと。そしたら全部戻す。どうも戻してみてくだ、はい。難しい、一番難しいかも。ここが難しい。戻す。オープン。こうします。オープンして。ここを開いて。さっきね、折り線つけたじゃないですか。それを利用して開いてあげると、そう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 、あ、いい感じ。いこう、あ、そうです、中に、あ、これじゃこのままでも線に合わせて、それを四つ全部。はい、これを。それもほぼゴール。こっちとこっちと全部こっちの四箇所。そうそうそう。そうそう。
まい。これはお得なサイズ。この三個。あ、いいじゃん、いいじゃん、うまい、うまい、うまい、オッケー、オッケー、先生、うちはい、下から静岡先生、行き過ぎから立てすぎお願いします。これは、この部分をセンターに置いて折りに行く。こんな感じで下からこのラインにしてこうやってこの真ん中の線に折りに行くとこうやって開きます。あとはもうこのまま潰してあげれば。ここも一緒にインクされてるのか、どっか私が知らないものがあるかもしれない。 OK OK。あとちょっともうね、通るほぼ。世界に行きたいわけよ。時計は自分のもの。難しいです、これは。さあ、ここが難しいです。そしたら、ここの三角の下のところに合わせて、そんなもこの線に合わせて。ここの部分まで。今これでしょ。ここを一個持って、これに合わせて、これを押します。はい、こっちも同じ。ゆっくりか、はい、いいじゃん。ここも、この線に合わせて、こっちも一緒。せい。そしたらほら、見えてきたでしょ。もう、先生、でも、チェンジした。ベルトね、これね。そしたら中をパカッと開けるとなんと言ってない。大丈夫です。開きます。おー、グッ、イエーイ。こっちからもちろん、ちゃんと請求してください。あ、そうです。パカッと開けてあげると、なんと、ね、ほら、できました。ベルトが。そうすると時計で完成です。おー、できた。いいぞ。これで時計が完成です。で、ここに文字で、何でもいいんですけど、好きな数字を1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12書いて、時計を書いてあげたら完成。テープで止めてもいいし、手首が細かったらここで開ける。テープあります？あります。じゃあせっかくだし、つける。使いに一つだけのペット完成ですね。テープ何や？時計の時計。じゃあちょっと見ます。あ、順番にみんな手伝ってあげてさ。
夏休み絶対起きます。フェラシャリアの場合すごい素敵、私も欲しい、素敵です、おー、Thank you、 これ入る、あ、そっか、あー、イランドシュノミスリア、ちょっと、チーハースね、スコーチョン、あ、スコーチョン、ちょっと待ってください、アプローチ、アプローチ、やったー、ちょうど持ってんのか、欲しかった、ちょうどいいです、ゆめのちゃんも今つける、あー、そうだ、完成しました、イエーイ、みんな作ってる、みんな作りました、みんな作りました、じゃあ次2個目、はい、2つ目はまた好きな色の折り紙を選んでください、選んでください、今何を作りますか、次は切り紙にします、とても簡単です、次は好きなのを、じゃあ次、パタンパタンと折りたいんですけど、だいたいクレープみたいに、これきっちり3等分しなくていい、本当に適当で、パタンと出る、見てて、見てて、見てて、ルッキング、こっちをパタン、そう、イエス、そっち、そっち、イエス、イエス、あ、それでいい、それでいい、パターン、パターンで、ここの下だけなるべくキュッと合わせてみて、パターン、そうそうそう、イエスイエス、うまい、グッ、いけ、みんな真面目やな、ちゃんときっちりやな、きれいな、それでちょくちょくしなきゃいけないから、オッケー、ここから切る、このね、名前なんですか、タテム、タテム、この線に合わせてパタンってするとやりやすい、オッケー、なんとなく3個目、オッケー、ダメ、シーズアーティスト、オッケー、めっちゃ、オッケー、そしたらこれを半分、そう、半分に折ります、ここ合わせて、ここもやる、
これでほぼ完成です。そしたらハサミで見ててね。例えば こうしてあとはここを切ったり、だけどチョキンって切っちゃうとなくなっちゃうからこっちで切ったり、こっちから切ったり、またこっちから切ったり、こっちからこうやって切ると、これを開くとなんとびっくりそんな綺麗な切り紙になります。とても簡単。そしてチョキチョキは答えがない、何でも大丈夫、自分の好きなように、好きなようにジグザグジグザグでもいいし、こうやってウェーブでもいいし、まっすぐでもいいし、自由に順番にハサミは使って、もちろん気をつけてね。難しかったらこれ見ても大丈夫。こんな感じ。あとでみんなで掃除しよう。綺麗にしよう。優勝したな。自由に切って大丈夫です。お、うまい。おお、いいじゃん。ハート、いいじゃん。グーッ。バイタスになる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 。で、これは外側かな、綺麗な。ここも切っちゃって。いやいや、綺麗綺麗。お、いいじゃん。いいじゃん。かわいい。マリアン、なんか、マリアン。
プラマイルでも好きな料理。から、あの、韓国は、何回でも。オーダーツンゼロパターン。コンテストは、だから、そう。お、いいじゃん。グッド。ハサミを使うときは、ハサミを動かすんじゃなくて、その物を動かすと切りやすい。のは、チキンって切ることによって四角じゃなくなるから、ここをスパンって切るだけでも綺麗に感じるか。I'm gonna go.
よし、じゃあ次行きましょうか。下を除菌と。で、最後ここを除菌って言ったら、オープン。おお、ベルだ。よし、じゃあ次行きましょうか。Next。次はもうハサミはおしまいなので。はい。次の。次の。次はね、協力してみんなで。ボール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 。だから次は合体なので12枚使います。だからまずは1枚自分で、はい、よし、じゃあまず次は近く。イエス。開きます。パカ。線に沿って。もうセンターライン。で、ここが今から大事なところです。1、みんな自分でこうやって見たら左上、全員左上、全員が左上。一人でも右になるとそれができなくなっちゃう。左上と右下。反対。
Yes. 左上、右下。はい。見た？左上、右下でした。机の上で折らないと折れないから机の上で。これを今からみんなで何枚か折るんだけど、絶対左上、右下。まあ、ボルロムスミカネカメカネクレス。はい、そしたら次、これ折った方をもう一回折ります。もう一回折ります。ここも丁寧に。つけないね。そう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 、グッジュグッジュ。で、ここがね、ほら見て、線になっちゃうとあれだから、右も同じ。ここを持ったら、よし。ああ、OK。じゃあもうちょっと。緊張しちゃって、ここに合わせる、こっちのラインに合わせる。ごめんなさい、こっちでした。ごめんね。ごめんね。こっち、こうです。ごめんなさいね。作るわけないじゃないですか。こっちです。こっちも同じように。みんなパニックになっちゃう。ごめんね。ここがこっち何もない方ね。はい、さっきのこっちの僕が間違えて折っちゃった方もなかったことになりますか。反対もイメージはこうですので、これも分からなくてきた。 OK、 こうだな。当てられた。 OK、 行きます。そうそう、そらこっち開きます。オープン、はがらく、そらくん、ガチェ、ここオープン、シェッ、あら、なんかし中に入れる。こっちの、あ、SOS も使えるよ。 OK、 OK、
で、反対開けて、このブイズが中に入れます。これをこの下に、はい、はい、これをこうです。はい、中に入れます。センターのヘッドカム、はい、入れます。私はこの中に少し綺麗に入ります。ひっくり返します。ひっくり返したら、ここの先をここまっすぐのところに合わせて。それを貸して。そう、そしたら反対もすると四角になる。同じように反対に折ります。 Yes、 うまい。はい、ああ、そうそうそう。でね、やるときはね、この机の上でやった方が OK です。そしたら、パターン。はい、そしたら1個目完成。見張ったわ、テンポは知らせた。 Yes。 1個目完成。 OK。 OK。 行ったら、はい、次、次好きなよ、もう一回。エリ、見張ってねんか。全部だったね。そうです。 OK。 さっきと一緒なんで、バナナは。もう一回、もう一枚あります。見張ってないから、センター合わせて、イエス。もう一枚です。見張ってないからの手と言われてます。同じ好きなようで、高さが足りないんで。またね、じゃあ、だから、パーツは手話してもらって。それは手話にくらいな。OK。開いて、また。しっかり線に合わせて、線にしっかり合わせて。ボルフォーどっちだったか覚えてる？センターレール。覚えてる？素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。左上。左上。惜しい。左上を、はい、ナイス。はい、左上、右下、あっちごめんね。そしたらまた、左上、右下。
したらもう一回やってみます。外れちゃった。待ってね。あ、すみません。もう一回、もう一回やります。風船に大きかったので、困ります。はい、これクリアがいいです。こっちのラインに合わせます。三角形に。OK です。Yes。ここ、こっちを、こっちにこのラインに合わせます。Yes。OK。こっち。線に。そう、線。両方。早い。早い。早い。反対。開いて、下に入れます。そう、パカッ、この下に、こっちを、ここに開けて、そうです、下に入れます。で、これです。あ、めちゃくちゃ見えます。ひっくり返して、もう早く前にする準備ができるんですよ。ここを、逆も、こっちの下に。じゃあちょっとこれを一回組み立ててみたいと思いますので、この下に入れます。ありがとうございます。ここです。みんなのやつを僕にください。Thank you. Thank you. Thank you. 反対に向けて、OK, good. Progress. Thank you. これを使って今から特大ブロックを作りたいと思います。まだいいか。さあ、同じように取ります。OK、 OK、 最後に取ります。で、これ今からちょっとくっつけて組み立てます。今幅組むか、ここの中に刺します。そしたら、どん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 と。これも、ここに刺す。ここに刺す。割と好きなように刺していけば。どこがいてるかな、ここだ。
こうして、なんと、ジャンロックできます。ボールで出来上がりました。これが12枚。で、これ、ジャン。これは3枚。で、四角のブロックは6枚。なので今からみんなこれ12枚は大変かもしれないんですけど、あと1枚あれば3枚でこれが作れるので。今じゃあ自分たちで作ってみて。これ作りますか。いや、じゃあ自分たち。さあ、見張ってください。自分たちで。これでした。どれだっけ？わからん。わからないやつだ。自分のやつを。あ、なんかゼロベッツで。あ、それ、こういうことで言ってたっけ？見ろか。見張ってね。2つ見られてない。じゃあ、その辺に。次回ブロック行くか。次かな。マスターは？はい。覚えてる。消しまい。変わった分野もな。エスプランシスメント。サファイラも。ずーっとちっちゃい頃から、資格も作れるし、9個。いっぱい作れる。9個。クスタマ作れる。三角でいいんだからだけど、早いから。資格も作れる。これら作ったら余ってるしね。
the class in the class. Oh, これ大量に作りたいとかは3枚とかを一緒にして、くす玉何種類作れますか？くす玉の種類はいろんなあるんですね、折り方あります。あ、ありますね。本当に人それぞれですね、折り方は。僕の宗派はこっちですね。宗派がある、宗派あるんですか？折ったら開いて、この蓋に入れます。すいません。
これを、カジュアル、そのピンクをここに入れます。これは、まあ、この黄色は、ここです。この緑、白い色。じゃあ、これで
りあえず終わりなんですけど、鶴降りたいって言ってたので、じゃあ鶴を軽く簡単に紹介しておしまいにしようかな。じゃあ最後好きなのを持って鶴を撮りましょう。ツル折れる人、みんなツルは折れる人がいます。じゃあツルのツルのもっと簡単なそれの方法を教えます。三角になるとちょっと大変なので。簡単。まず四角半分やります。そう、鶴ね、知ってる人こっちで最初やるんですけど、三角。みんな関係ない。三角やらない、もっと簡単、もっと簡単。まあ、鶴さ、切り、残り、長くやらなくなれば、開きます。そしたらこの下が口が開いてる方ね、下向き、こっちが下で置きます。見て、そしたら三角、反対の、あこれ折った方と反対の方を反対にしてから。そしたら、この真ん中の口、真ん中の口、オープン、パク、もうここに行ける。これをオープンで、そしたらまた開いてる方を。もうこのセンターのセンターライン手前にしてセンターラインに、yes, yes. このラインをセンターラインに合わせて、こっちも、yeah. ファシンだって使う。反対も同じように。
そしたらここのところをパターン持ってここパターンケースです、です。そしたらここ開けてお土産話オープンして、この線に合わせて、
で、あとは、next time。ここを、Do you tired? It's okay? No, 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 no. Maybe so easy. Hi. Easy. Yeah. And very difficult. Hmm? Difficult? No. Watch to this one. Yeah. This hard. Hard? More. More hard? Hard. Origami. Origami wa teine ni やれば綺麗に切れます。急いでやると綺麗に切れます。ボールの作り方が、あの三角形を作るのは、ね、簡単だったけれども、あの全部合わせるのはすごく難しかったです。うん、それはもうね、たくさん練習、そう、いっぱい練習。ベッキーシャーってポーサーネイク、ソウルメイク。
僕たちは小学校3年生だから9歳の頃からずっと遊びで折ってます。なんか僕らの西田さんにあんなちょっとあれだよね、ずっと。あー、なるほど。あとは何か作りたいものはないですか？大丈夫ですか？ガイチブリバブルズメクサッキー、いえ、ないです。じゃあ今日はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。